奥園国義は、日本の剣道家。選手として、活躍を経て、大阪府警察師範、近畿管区警察学校教授、全日本剣道連盟副会長、桃山学院大学剣道部師範、大阪製工学院講師などを歴任。鹿児島県薩摩郡日脇村で七人兄弟の三、何として誕生。小学校時代に剣道を始め以後、宮野城農産学校。 海軍航空隊、ヨカレン時代も稽古に没頭し、県産を積む。18歳の時戦争が始まり土浦の海軍航空隊に入隊を志願する。事例に従い飛行機操縦の教官として、滋賀県の比叡山に置かれた航空隊へと赴く。航空隊では武道大会が恒例として催されており、その時初段だった奥園は飛行家の個人戦で準優勝する。 その戦績が、剣道好きの飛行隊長の目に留まり、ある日進路先を聞かれた際、南方の劣勢を知っていた奥園は南方を希望した。隊長は少し渋い顔つきになりじっと考え込んだが、俺に任せろと一言。その後一年も経たない昭和十九年になると戦況は悪化し、教官どころではなくなり、特攻隊要員として神雷特別攻撃隊、王家隊員に編入し、 幻の特攻基地と呼ばれた比叡山山頂の宿坊で待機する。特攻機は、王オ家オ K1 と命名されたもので、いわゆる人間爆弾で、片道分の燃料しか積んでいない飛行機に乗ることになる。5月の中旬に第一次出撃隊は出撃し、敵艦を発見し特攻機のロケット噴射が始まると、待機室にはトントントンと特攻機からの無線音が聞こえる。はじめはゆっくりと、 その音がだんだんと速くなって、つ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 となり出して突然途絶える。敵艦に当たったかどうかは定かではないが、突っ込んで死んだということは事実で、壁に並べられた名札に赤線が引かれました。こうして第一次隊員は戦死してしまいました。その後、第二次出撃隊員となった私はいつ死んでもいいように、身辺整理を済ませ、遺書も書き終え、 毎朝下着を整えながら、出撃に備えた毎日を過ごしていた。第二次隊の出撃も間もないという8月15日の朝、突撃隊員総員集合と召集の放送があり、出撃準備をして、集合場所に駆けつけると、戦争終結の玉音放送が流れ、戦争が終わったという意味だけは、呆然と聞き取れました。40人いた仲間の3分の1は、 南方戦線で死にました。向かう途中で船が沈んだ友もいる。多くの友が戦死していたことを知ったとき、私の内地配属が、あの時の飛行隊長の配慮であったことがわかりました。ありがたくて深く、頭が下がり、剣道初段にも感謝いたしました。死を覚悟した日々を過ごしてきた者が生きなければならなく、なった。 しばらくして、ようやく気持ちが吹っ切れると戦死した友の分まで生きて、日本の復興に尽くそうという決心をつけることができるようになった。主から名前、これこそ私の人生にとって一番の天気となる。20歳前後の体験だった。京都から鹿児島へ帰る、帰郷の列車で、一晩で大事にしていたものはすっかり盗まれ身一つで、福音した。その時のことがきっかけで、 警察官を志すことになる。昭和28年大阪府警本部の剣道特連制となり本格的な剣道を始める。そこで本当に厳しくみっちりと鍛え上げられた。私にとっての剣道の修行は昔も今もこれからも変わることなく自分に勝つこと、三枚の稽古に励むこと、有利適水という禅師が 山岡哲秀先生に出した講案に、両馬高喫先不思議両人工房作料を用いずというのがあります。球団商談の記念に作った手拭いにも書いてあります。両馬高喫先とは一足一等生士の間ですが、この間において心を動かさない。つまり、集中して一切の雑念を入れないという教えですが、そのような心境になって剣道の修行を続けていきたいと願っています。 三枚になれ難しく厳しいですが、本人の手記より、ありがとうございます。